山本昌雲とは、明治時代から、大正時代にかけての浮世絵師、日本画家、石版画家、報道画家。名はも三郎。昌雲、松谷、古斎とゴー高知県長岡郡護面町に、旧都左藩の豪ーで、古物商を営む、家の次男として生まれた。六歳頃から駿河台鹿野や、仮の道次郎の門人で、山内家のお抱え絵師も務めた。 柳本敬吾に支持する。さらに、柳本の圧戦で、明治12年には、かの英学文人である、川田シャオロンに絵を学び、入門3年目に、シャオロンから、古歳の画号を送られた。その後、明治19年、大阪に出て、陶器の絵付けをしながら、絵を独学した。また、明治21年19歳の時に上京し、 翌年から明治28年頃まで漫画家の滝、家庭にも学び、画号を、正雲、松谷に改める。この頃は、週2回の横浜の女学校の絵画教室とめや、三越、貴金属賞の天正堂からの金銀銅器、指輪などのデザイン、染め織物の原図絵描きなどをして、一家の生計を立てた。明治27年、東洋堂のグラフ雑誌。 風俗画法に投稿した、土佐国くさおとめずが、編集長の山下しげたの目に留まり、風俗画法第73号に掲載され、東洋堂の絵画部員として入社。以降、毎号のように、山本松谷の名義で、風俗画法に、石版画の挿絵を描くようになった。当時の、風俗画法の口絵や挿絵は、今の報道写真にあたる意味があり、同僚に、小林栄拓、 川崎千虎、小形月光、富岡栄泉、久保田金泉らがいる。これに並行して、明治29年9月から明治42年3月まで、全64点が出版された、風俗画法の臨時造館で、江戸時代の名著、江戸名所図絵になぞらえた、新鮮東京名所図絵の差し絵により、石版画家としての名声は高まり、表紙、口絵、 冊子絵などおよそ1300点を描き、報道画家としてその名を知られるようになる。正雲は、風俗画法の仕事を中心に出版文化の中で活躍する中、日本画家として展覧会への出品もたびたび行った。明治31年の日本美術院創立第一回展から、欠かさず出品を続け、野地と富岳が一等法上を受ける。ただし、 正雲の差し絵で鍛えた腕は、器用に過ぎ、画風は、山水は、寺崎工業、課長は、渡辺聖邸、人物は、富岡栄船の影響が、色濃い。他に、明治39年から明治42年にかけて、半元、大黒や平吉から観光された、美人画の、今姿シリーズが、正雲の代表作として挙げられる。 この今姿は54点の所在が知られ、彫りもすりも最高の技術を施し、多川派とは異なる新しい個性を持つ意欲作であった。日本美術院の中堅画家として活躍した正雲であったが、明治40年の第1回文展から寒天に移って出品を続け、大正元年の第6回文展での花、 大正3年の第8回文展での塗装等を出品にしたことで大正美人画界の一翼を担っていた。さらに正雲は明治40年に結成された高知出身者による美術団体土曜美術会の創立会員としても活躍した。東洋堂主人の死を機に明治45年12月東洋堂を退社。大正期は日本画家として美人画を描いて 注目を集めたが、大正15年第7回定点に、あたり狂言学破る前の図を出したのを最後に、昭和元年が団から引退する。しかし、絵はなくなるまで描き続けており、作品数は相当な数に及ぶ。昭和19年福井県福井市、ついで越前市に疎開。昭雲は求めに応じて、絵を描き、地元の人々は、昭雲の経歴を知らなかったが、 子供の希望でも心よく応じる小運に野菜などの食べ物でお礼をしたという。昭和22年疎開先から戻り、目黒区に転居し、姿勢で静かに絵を描き続けた。晩年再び注目され、昭和31年8月、美術手帳の史上座段階に出席し、木村総八、安藤鶴を土田光文と対談。昭和36年、 岩田千太郎や志村辰三らの差し絵教官より差し絵の先駆者として表彰を受ける。昭和40年将軍は94歳の天寿を全うしよう去った。募書は青山霊園。ありがとうございます。